皆様明けましておめでとうございます。なんかあるぞと、なんかあるぞということでやります。いや、まあもうミンゴルさ、ちょっとね、ちょ自分し、まあ、下火じゃないけど、その攻略法が見えてこないから、ちょっとやる気がね、やっぱ出ないんだよね。ですが、それとガチャはもう問題ない。それとガチャは違うと。はい。ミンゴルに行き詰まってることとガチャは全く別問題。ガチャに悪気はない。いやー、もしかしたら2回いけるね。大丈夫か？新春ウルトラミンゴルフェスガチャ。これが、新春ウルトラミンゴルフェスガチャ。これ優勝コイン限定？ああ、一応いけるのか、これで。これちゃんとスリングシーマインドギアあるね。まあ、ここで軽く当てると、嘘と。ああ、何？祝賛か。祝賛があるのか、いいな。祝賛いいな、35ヤード。悪くないな。プレイ済み。なぜなら12時超えてる状態だから。新春、あ、これはいいや。じゃあ行きましょう。ああ、じゃああれだね、あのサブアカでガチャろうか。サブアカでもガチャろう。どちらかというと今回はサブアカの方がメインですね。ガチャの回数からして、2回いけるかな。出現割合が 32% だから、まあ2回いけるか分かんないな。おすすめギアはインペアル藤松、レジェンド門松、インペアルリボルバークラブとスリングCマインドクラブで、こちら持ってる、持ってない、持ってない、持ってる、持ってる。当てよう。ああ、一回しかできない。まあしゃあない、この一発にかける。うわ、きた、インペラルマーブルボール。なんじゃこりゃ、当てちゃったよ。いや、また来る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 。あ、来なかった。いや、来そうだった。インペアルマーブルボール、なんでしょうね。インペアルエッグクラブ、やっば、やっば、ぶわ、やっば、エッグ。もう二つも来んの。はぁ、もうないか。どうだ？スリングピーウェーブボール、新しい、まだ来る。ハイスペックコントロールクラブ、はい、3つ、新しいの3つ来た。これはすご、早速見ましょう。今回このガチャだけっていう感じのやつです。まあ、こっから見るか。なんかめっちゃ当たるな。インペアルエッグクラブとはイースターショット。なるほど。45。イースターチャンス。なるほどね。ラージインパクト晴れと。カスタムはインピアルツ。あー、なるほど。ボールを見ましょう。スリングピーウェーブはハイウェーブショット。弾道高くなる、いいね。ローウェーブショット。弾道低くなるパターン。そんなパターンだ。あー、でもこれ4しかないんだ。
あー、これ5があったらね、使えたんですが、使えないですね。で、インペアルマーブルボール。こちら。デリケートマーブル。なるほどね。超パワーがあって、マーブル超ちゃん。というやつか。しかも4か。まあ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 、新しいボールが入ることはまあ悪くはない。使わないとしても悪くはない。うん。まあ一応新春ガチャ。新春ガチャ的にはまあ良かったんじゃないかなと。一応今3万8000なんで、もう一回打つことはできない。ですね。目玉まであと2回。どれかが確定。いや、ちょっと量が多いな。ちょっと量が多い。インペ藤松。これは、やばい。インペ藤松がやばいのか。やげげ、えぐ。えぐ。超ジャス。インペ藤松すごいな。乱所か。デジカード。まあ、やんないこともないけど。まあ、今回の動画ではいいかな。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございます。では、サブアカの方に動画を、はい、次の動画はサブアカになりますので、今後ともミンゴルよろしくお願いします。失礼します。